今くしゃみした。すいません。すいません。大丈夫。緊張しました。緊張してくしゃみ出ちゃった。前回あの罰ゲームみたいなことをたくさんやっていただいたのにもかかわらず、また来てくれてありがとうございます。ありがとうございました。ね、でからしとかね。からしとか覚えてる。はいはいはい。食べさせられて。そうですね。あのその時誰が食べたかったですか。僕です。そう。僕は今わさび食べて、ね、僕はわさびね、イライト食べてくれくださったんですね。まあね、僕もね、この再会をね、すごく楽しみにしてたんだけど、まあね、あさみちゃんがね、2ヶ月前ぐらいからもうずっとビッグバン会いたい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 、毎日行ってたから、毎日ってか毎週行ってたから、いっぱい聞いてたんですよ、とにかく。ありがとうございます。だもうだから今日も照れちゃってね、進行できない。再登場ということですが、再び自己紹介お願いします。はい、はい、僕はティーライトです。おお、はい、僕はソウルです、よろしくお願いします。僕はトップです、よろしくお願いします。はい、僕はピアイです、よろしくお願いします。はい、僕はジドラゴンです、よろしくお願いします。まあね、あれから、約半年ぐらいだったのかな、あ、大体そのぐらい経ったと思うんですけども、まあ、ビッグバン韓国に戻ってずっと活動してたということなんですけども、久々に日本来て、まあ、日本いいなと思うことをね、ちょっとね聞いてみようかなと思うんですけど、じゃあディライト君。はい、そうですね、僕は、うん、日本の食べ物がやっぱり美味しいから、 わさびわさび以外は全部はい、はい、それで日本に来たら、うん、いつも気持ちがいいです。あ、トップなんかも一緒。ああもうアムレドゥもうんしっとく、食べ物ももちろん美味しいし、うんうんうん、새로운경험들을현장하고、ま、新しい経験をずっとするのでそれが楽しい。ああ、なるほどね。ソロ君なんかすごい日本大好きだって聞いたんですけど。はい、大好きです。うん、食べ物とあと何？あ、僕は最近趣味ができましたけど、何何何？やっぱりその日本のペットショップが本当に大きくて、僕も犬を飼っているんですが、うん、いろんなものがあって飼うこともできるし、うん、その日本の犬も見られるから楽しみにしてます。なるほどね。今何の犬飼ってる？ボストンテリア。ブルドッグみたいな、あのブルドッグの細くてちょっと、うん、あ、ちっちゃいですか。へえ、なるほどね。さあ、それではね、今回日本3枚目、はい、うん、はい、3枚目となるニューシングル「声を聞かせて」のプロモーションで来日ということで、うん、早速ですが、そのミュージックビデオに行ってみましょう、うん、はい、今回どんなビデオになりましたか。あ、この「声を聞かせて」のミュージックビデオは、うん、韓国で3日間7カ所ロケだったので本当に大変でしたが、うん、背景と僕たちのリプシンクが入っている本当に中心になるのミュージックビデオです。なるほど。さあ、それではですね、あちらの、カメラに向かってですね、曲振りの方をしてください。よろしくお願いします。どなたかしましょうか。じゃあ2人いい、あちらのカメラに向かって、カメラ僕、はい、曲紹介してもらって、うん、はい、あ、僕たちのサードシングル、うん、声をかけさせて聴くと心が温まる美しい曲です、うん、はい、秋にぴったりな曲ですどうぞさあ、それではですね、はい、今日はね、皆さんにゲームをやっていただくということでね、これちょっと楽しみなんですけれどもね、うん、今日は、はい、うん、ですね、はい、ビッグバンの声を聞かせて、わあ、そう、今あの事故が、はい、すいませんでした、びっくりしちゃった。ビッグバンの皆さんにもっと日本の良さを知ってもらいたいということで、今日は日本に古くからあるこちらけん玉にチャレンジしてもらいます。はい、ただし失敗した人には罰として日本のアニメドラマなどの名台詞をモノマネしてもらいます。モノマネ、モノマネ得意、みんな大丈夫、モノマネ、全然ダメです。全然ダメ。まあやってもらいますけどね。はい、僕はできますよ。できる？はい。本当。じゃあちょっと今ちなみに1個ぐらいなんかモノマネ教えて。あ、大丈夫ですか？うん、いいよいいよ。なんか新しいモノマネですけど。うんうん。チキダンスブンブン。チキダンスブンブン。ビッグバンブンブンブン。
ならなそうだよね、B.I. 君に関しては。それでシャワーフォン。上にいろんなメンタルにとこれチキンです。ちなみに皆さん、けん玉はやったことありますか？知ってる知ってる。知ってます。知ってます。知ってる。はいはい。韓国では前様から。もらったことがあるんですが、でも成功したことがなってないんです。成功しなきゃいけないんですからね。ちょっとこれ私、やってみます。はいはいはい。こういう感じです。うわうわうまいうまいうまい。うわ、はい、こういう感じなんですけど、皆さんにはあの、この部分、一番大きいお皿の部分に、それ一回組んで、一回取ってもらえれば大丈夫です。これを成功させれば、罰ゲーム、モノマネはしないです。すぐ色を入れるんですよね。はい。